今回はこのパウンドケーキ型を使ってパンを焼きたいと思います。結構いろいろとこの型使えるのでおすすめです。ベーコンとチーズのパンを焼いていきます。強力粉、白玉粉、イースト、砂糖、塩、バターが入っています。そこにお水を加えます。ボウルである程度こねて一塊になってきたら台の上に出してから手ごねします。私は普段まな板の上でこねています。小スペースですし、これだと後片付けも簡単です。8割ぐらいこね上がってきたら四角く広げて、そこにベーコンを散らしていきます。で、このベーコンが偏らないように端からくるくると巻いて、反対側からもくるくると巻いていって、少しこう押さえるような感じで揉みほぐしながら中のベーコンを折りたたんだりして散らしていきます。丸めて発酵していきます。40度で30分ぐらい発酵させました。丸め直しが雑だったので少し形が不格好ですが、このあと軽く空気抜きをしてボウルから出していきます。6等分をして丸め直しをします。なるべくベーコン中に入ったものが外側に出ないように、本当は最初の発酵の時もこんな感じで上にあまり具材が出ないようにするのがベストです。湿らせたお布巾の中でだいたい10分ぐらい寝かせてありました。一つずつもう一度丸め直しをして、でそれを型の方に入れていきます。この型はパウンドケーキの型なんですけど、結構パンを焼く時なんかにも便利に使えるので応用することが多いです。端から一つずつ入れていて、今回は6等分したので6つ型の中に入っています。この後もう一度発酵していきます。15分から20分ぐらい発酵させました。だいたい型の8割ぐらい大きくなった感じです。上にオリーブ、プチトマト、チーズを乗せて焼くんですが、今日は家に種ありのブラックオリーブしかなかったのでそれを使っています。用意できればグリーンオリーブとブラックオリーブ、種なしのものを使うと見た目も綺麗に仕上がると思います。チーズを乗せて、お好みであればこの上にブラックペッパーとかを振りかけてもいいかもしれません。焼いていきます。完成です。お酒のおつまみにもなるパンです。